人の夢と希望、明日を目指す魂、未来。俺が守った未来の姿。あなたが守ったすべての命と希望、それを根に生まれ出るすべての命と思い、そしてそれによって存続したすべての可能性、その全部に代わってありがとう。時間だ。また会いましょう。皆さん、あなたたちにシオネの加護があらんことを。ああ、またどっかでな。じゃあな、コウタロウ、サユちゃんのこと大切にしろよ。で、どうしてこうなるんだ？
安静はまだいい、まだ。問題はどうしてこの二人と同室なんだ。普通男女別々じゃないのか。何？まだ言ってるの？こう。当然だろ。変じゃないのか。こないだの事件のせいでベッドが足りないって言われたでしょ。私たちは行う処置が軽いらしいので、とりあえず落ち着くまではと、そう言われたではないですか。そう言われてもな、納得できることと納得できないことが。大人げないですよ。看護師さんがちゃんと説明してくださったのに。あんたはそれでいいかもしんないけどよ。またあんたと言いましたね。その最近はちゃんと名前で呼んでましたのに、どうして戻るんですか。いや、それはなんだ。ねじれた城であなたの式神と融合したことで、あの娘は式神そのものとなった。他ならぬあなたのね。式神になった以上、定期的に術者と触れ合って魔力を供給しないと、世界に溶けて消え去るわ。まあ、それが嫌ならちゃんと面倒見るのね。定期的ってなんだよ。ほとんどひっきりなしでないとダメなんじゃねえか。だからだな、その…はぁ、もう…ようやくコウのこと任せられる人が見つかったと思ったのに。その調子じゃ安心できないわ。この事件でもいろいろあったし。え？あ、その…だいたい…いくら操られてても、私程度に苦戦するようじゃまだまだよね。それは…だったらもっと強くなってみせます。それでよろしいのでしょ。そうよ、その調子。それで月子お姉さんをうならせるくらい強くなるのよ。そうしたら、こうのこと安心して任せられるから。いや、待て。お前ら、俺に無断で何の相談を。さて、確かこっちだったな。あそこだな。俺は元気だ。もう退院する。なあ、おっさん、あんたからも言ってくれ、頼む。やれやれ。何がそんなに気に入らないんだか。ま、たまの機会だ。いい薬だからゆっくりしてろ。おっさんならこの針のむしろも分かってくれるだろうに。分かるから言ってるのさ。何事も人生経験だ。ま、同情はするが。それにしてもだ、すっかり元通りだな。
数日前あんなことがあったばかりなのに。そうだな、城が落ちずに済んだってのもあるけど、あの橋覚えてるか？あんなの忘れろったって無理だよ。だな。あいつら帰っちまったな。もともと仕事で来てたんだ、仕方ない。なんかずっといるような気でいた俺。俺もだ。なあ、おっさん。うん。高雪さん言ってたよな。人類は遠い未来、自分たちの力であれを作るって。ああ、そう言ってたな。地球と月の間ってことは、その頃は月に行くのも当たり前なんだな。もしかしてもう火星とか行ってんのかな。さてな、いずれにせよ俺たちの子孫の話だな。来月の当てもない俺には見当もつかんよ。子孫の話、そうだよな。だから今の俺たちが頑張ってちゃんと次の連中のために未来を残してやんないといけないんだよな。坊やだったのがいいセリフを言うようになったじゃないか。そうだな、未来の科学者が飼い猫がいないせいで勉強が手につかなくなってるかもしれん。そうしたらその未来の科学者は猫がいないせいで生まれなくなる。猫が見つかったらそれが防げる。俺たちでもちゃんと未来を守ってるわけだな。そうだな。聞いてるんですか、あなたは。なんだ。どうしたんだ一体。あ、やっぱり聞いてなかったのね、コア。え、月子？私たちずっと質問してたのに、あっちばっかり見て全然聞いてなかったのね。そうなのか、おっさん。さて、俺は仕事があるんでね、そろそろ失礼するよ。とりあえずお前は当分入院してろ。その間事務所のことは気にしなくていいから。待て、おっさん。だから俺は、どうやら今日も暑くなりそうだな。さて、墓参りにでも行くか。禁煙してたんだったな。
RS。 お召しにより参上いたしました。プロジェクトスターレインボーについて報告してくれたまえ。残念ながら失敗です。リフトラシールはアルファ残党の手に落ち、介入者は他世界へすでに世界移動しました。ふん。 VZ はどうなったかね。バラの騎士と交戦したのを最後に、第六世界軍では発見されておりません。ただし彼の撒いた種は依然生きており、光太郎ワールドタイムゲートの監視は継続可能です。いいだろう。では再び君には久我光太郎の監視任務に含むしてもらう。よろしいのですか。私は更迭されたものと思っていました。後任者は前任者より無能だった。目下のところ君より適任な者もいない。ありがたき幸せ。光太郎のことは万事お任せください。我らは偶然を認めない。すべてはプランナーの計画のままに。すべては七星の光のもとに。
やれやれ、どうにか終わったな。あんたも大変だったな。お疲れ。だからどうして月子さんは月子で、文子さんは文子たんで、私はあんたなのですか？ごめん、さよたん。わかればよいのです。平和が何よりですね。魔導兵器の私でも、今は理解できます。そうだろ。またどっか遊びに行こうぜ。二人で…不潔です。違う、ふみこたんとか、つきことか、あと、おっさんとか、レイとか誘ってさ。その取ってつけたような、源之丞さんとレイさんは何ですか？誤解だ！誤解ですか。そうですか。おろ、いつもと様子が違うな。光太郎さんは頑張りましたから、今回は許してあげます。さよたんもな。え？うん。なあ、頑張ったよ、俺たち。え？ちょっと、パパママ、それどころじゃないよ。なんだ？ママって何ですか？とにかく大変なんだから、行くよー。